ってもらえますか。この第2点をやってもらいますね。気づいたのはね、線は引いてあるけどさ、番号が書いてないの。今度はね、評論も見せるのもいいかもしれない。始まりました。ぶっちゃチャンネル。さあ、今回ですけど、高橋さんにおいでいただきました。はい。はい、何、散髪失敗ですか。いやいや。まあ、予想通り、想像、予想通りではなかったんですけど。通りではなかった。なかったんですけど、まあ、いいかな。めちゃめちゃいじられると思いますよ。はい。多分もうコメント欄にいっぱい来るかもしれないなと思うんですけど。それで今回なんですが、いよいよですね、まあ、11月もう末なんで、はい、やってもらいます、過去問。いただこうと思うんです。まあもう参考書は前回渡したんですけど、あれやるにはですね、過去問が入ってるので、まずじゃあやっておかなきゃいけないなと思って、あと思考調査、ちなみにやったの。思考調査はやってないですね。ああ、まあまあまあ思考調査の問題も入ってるんですけど、まあ、それは参考書のやつでやってもらえればいいかなと思うんですが、とりあえずまあ過去問はやっぱり一通りこう音が過去問はやっぱ一通り時間計ってやってもらいたいと思うんで、ちょっとやってもらおうかなと思います。第一日程の方は覚えてる？は、だいたい6割、どっちも6割だったかな。どっちも6割ぐらい。はい、じゃあまあ、そこからどうなってるか。まあまあ、難易度も違うといえば違うんですけど、第一日程、第二日程。じゃあ、とりあえず第二日程の方をやってもらおうかなと思いますね。はい、第二日程の方をやってもらおうと思いますので、はい、自信はありますか？自信…はちょっとないですね。第2位、ちょっと11月末です今、はい、じゃあいよいよ本番だと思ってやってください。はい、はい、じゃあやってもらったわけですが、さあどうでしたか。時間はそこまで問題なかったんですけど、うんうん、内容がよく分かんなかったり、うん、問題文読んで紛らわしいなっていうのは思いました。うん、じゃあ見ていきましょうか。はい、もうだって顔がめっちゃ曇ってた時点であもうよくねえんだなっていうのは分かりましたけど、はい、でリーディングが点数が67点ですね。6割7分。まあこれは共通テストなんで別に問題見せちゃってもいいと思うので、できなかったのが第1問 B の2。難かったですかこれ。もうどこに答え書いたのか分かんなかったので、もうこれは捨てましたね。ああなるほどね。見つけられない、第1問からですよ、うん、第1問から見つけられないのか答えで、第2問の A が問い2と5か。これがさっき言った紛らわしいっていうか、まあざんってあるので、まあまあ分かってたんですけど、うん、まあ数値見れば本当は2つ合わせる、うん、情報を、そうです、はい、あの情報2つ合わせ、まあ、数字を、あ数字を2つ合わせるように、だこのこれとこれを合わせるやつだったけど、うんうんうん、これしか選ばない、あ肩っぽしかってことね、はいはい、苦手ですねやはり情報処理。あ最後だってもう正解の選択肢バツしてんだえトラブルさんっていう単語自体を知ってた。トラブルさんは苦労する動画ですか。あそうそうそう、めんどくさいとかですね、うん、ちゃんと読めてないですね。で B は問いに12。ほんとね、気づいたのはね、線は引いてあるけどさ、番号が書いてないじゃん。何番の答えか書いてない。ああそれやんないとどこの答えかだって見直せないじゃん。で第3問が順番のができたの。順番ができなかった。ああ怒った順に並べるのそんな難かった。これだってあれもないじゃん、なんかこの引っ掛けもないし、解いてる時は難しいっていうふうには感じなかったです、ね、うん、これ結構簡単だったと思ったんだけど、なんだ4問も29がダメってこと。29とこの、ああ27、28、はい、いやいやいやこれはできるっしょでもどの国か分かったんですけど、うん、解説もある見てないんで分かんないんですけど、うん、なんで逆になるのかっていうのが分かんなかったですね、うん、第5、まあここからはいわゆる普通に読解すりゃいい野球ですね。第5問からはできてない問13問、そうですね、問1と問3ですね、まあ、順序無理か、なるほど。これ引っ掛けがないのにな、あのいらない選択肢がないから第1にっていうより簡単なはずなんですけど。で問6、第6問がほぼ罰、ほぼ罰ね。でも時間はあったんでしょ。でも時間は余りましたね。余ってるのにできてないの、いや第6問とか簡単なのに。とまずそう、回答根拠はちゃんと印をつけることですね、はい、線は引かれるようになったけどどこの回答根拠か何も書いてないので、それをまずはきちんとやることです。はい、これが大事。そしてリスニングですね。リスニングは75点。
はい、微妙、どうでした、難しかった、難しかった問題いくつかありましたね、聞き取れなかったよ。第1問の問いにどこから間違ってるもんね、第1問から間違っちゃうんだけどね、絵はできた、絵はできてる感じかな、全部絵のやつはできた、はい、どんどんいきました。で第3問が最初間違ってるね、12、14、17が間違ったかな、で次が、あ、言われてデータはできましたね、グラフはできたけど、まあ、バスターミナルのやつできなかったか、これ時間聞き取れなかった、こいつだけちょっと分かんなかったですね。第4問 B も、はい、26も合ってない、O は32が合ってない、6は35、なるほど、という感じですね。リスニング根本的な聞く力はどう、もちろん単語は一応聞き取れてるつもりなんですけど、なるほどね、どうなんだろうっていう、で問題の情報処理はこことここで照らし合わせるとか、ここにある情報とここにある情報を足してこれが正解とか、ああまあ多分それがリーディングでできてなかったんだなっていうふうに思う、そこがまあまだまだ苦手ですね、慣れていかないといけないだろうし、まあ、待って、だってこれまだ7割でしょそうですね、7割になりますね、7割じゃダメだよ全然、はい、当たり前ですけど8割9割目指さなきゃいけないですから、はい、そこをやんなきゃいけないです。じゃあ今の英語の段階としては、あ、まあ、熟語帳始めましたね、はい、言ったも熟語弱すぎるだろうって言ったんで、速読英熟語と、はい、速読英熟語を始めましたから、そこで、あとは共通テスト形式の問題は解いてますか、他に解いてないですね、まだ、だからまあ1ヶ月半ぐらいか、それをやっていかなきゃいけないから、量を積んどかなきゃいけないから、はい、まあ予想問題パックとかは全然できると思うんで、はい、それ以外のところですね、どうやってやるか、あの赤本みたいなのが買った、共通テスト英語ですか、そうそうそう、は買ってないです、ね、買ってないんだ、ふざけんなってくるかもしれないけど、まあ、あれにも一応は予想問題的なものもついてるし、あとは、まあ、実践問題集、まあでもそれも去年の模試で作られてるからね、どこの予備校の実践問題集も、ただまあやらないよりはマシだろうっていうのが分かったんで、はい、80分集中してられる、一応できてます。もう全然そこは大丈夫と、はい、うんうん。リスニングとかもう疲れはしない、そんなに。まあまあ十何時間勉強してるからね普段。編集時間普段の勉強のやつに組み込んだ方がいいかもしれないですね。それを。はい、でも小論はちなみにどうなってるの？小論は型というか、うん、基本的なものは一応もうできるようになったので、そこから意識したグラフだけの問題とかをやってみようっていうことでそれをやってますね。いろいろと。小論のやつはやってると、はい、まあじゃあ今度はねその小論も見せるのもいいかもしれないですね、ボロッカスに叩かれるかもしれないですけど英語文の第一日程の問題は解いた、共通テスト、共通テスト、あ、古文というか国語は解いてますね、うんうん、はい、じゃあその第二日程の国語もねそろそろ解いてどうなのかっていうのもね、はい、やっていかなきゃいけないと思うんで、はい、まあまあ解いたらこんなんだったみたいなのは知らせてほしいかなと思いますので、はい、はい、じゃあまあ参考書は、まあ、実践問題集しょうがないかな、もうないからっていう感じかな、あとはまあセンターの過去問とかも使っていくか、読解のところはっていう感じだと思うんですけど、まあぜひ皆さんもアドバイス的ななんかこういいものがあったら言ってください、それでやっていきますので、はい、じゃあ今回は髪型が変わって塚脇さんにおいでいただきました、ありがとうございました。もう次は共通テストパックの時期だと思いますので、はい、そちらがやってくると思います。じゃあまあ復習ですね、はい、きちんとしてやってください。はい。